ザペ宇宙どうも、どうした B です。はい、ということでこのコーナー来ましたね、来ました、やってきました。毎月恒例のこのコーナーやってきました。はい、来ました。買ってよかったもの、ベスト3ということで、8月編ですね。うるさうるさいね、ドドンって。もうもろにこの音入ってるから気をつけて。いつも交換音入れるから、うん、もう生の交換音。あ、自分で入れてみたSE 自分で入れてみたってやめてすごくやりづらいから編集。こっちの身に生まってダメだはい、はい、ちゃうんですよ、はい、もう9月にね、入ったということですよ。入りました本当に。私の夏はどこに行ったんですか。私の夏はちょっとだけありました。ありました、ありましたね。僕家族と2日だけなんですけども、はいはいはい、1泊2日自分家でプール出して、うん、バーベキューして遊びました。おー、いや楽しかったっすよ。いいな、いや夏、よかった。それ夏だね。夏花火も最後して、かき氷も食べて。花火最後、あの息子たちが寝てる姿を見て、うん、夏は終わりましたね。どうする、帰りさ、ドンキあるやんか、あの線香花火買ってくるおっさん二人こうやる。それだけもう付き合うで別にっていうぐらい俺はなかったね。 ないねん。そもそも夏が好きじゃないですか、はいはいはい、俺って。いや本当になのにね、どこに消えたんだろうか。いや肌もゆっくり白なっていったし、はい、ゆっくりまたね外出ることがあれば。いや、そうなんですよ、ないんですよまあまあそこはね、もう仕方がないんですが、もう切り替えてやっていきましょう。今月もありますよ。ありますよ、いっぱい山ほど買うてます。買うてます、よーけ買うてますよ、この王子は。いや、おい買うてないよ。いや、山ほど買うてないよ。違うの。僕の買ってよかったもの1品目は、えい、おー、おーおーおー、ただこれじゃなくて、はあ、ここに入ってるゲームソフトを僕はちょっとマイベストアイテムにしたんですけども、はあ、その名も、うん、ダダン、デッドバイデイライトでございます。おー、はい、あのどういうゲームかと言いますとですね、はいはい、まあ、まず僕久しぶりにゲームをしました。せやな、ゲームのイメージないもん。ナイスナイス、うん、まあ、コロナの影響もありまして、はいはい、もともとこのゲーム機っていうのは実は僕の奥さんのゲーム機なんですよ。パクってきた、パクってきた違う、許可もらっとる、許可もらっとる、借りてきたんやな、借りてきた、借りてきた、うん、息子ちゃんとポケモンをやってる時があって、その時に、まあ、バトルをできるようにっていうので2人でやってはったんですけど、はいはいはい、まあ、息子ちゃんの今の熱が、スプラトゥーン、おー、カラーボール投げつけるやつや。そうそうそう、ボボボボみたいな、うんうん、イカの、イカの、あ、やそう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 、いやなつってな、あれ、うん、俺もまだ分かってないんだけど、うん、スプラトゥーンっていうのと、あともう一個が、まあ、僕らも知ってるスマブラの、はいはいはい、今のスイッチ版があるんですね、はいはいはい、でそれがまあ主にやってる中で、うん、まあ、パパも東京で一緒にやりたいっていうのがまずきっかけやったんですよ、うん、これを持って帰る、はい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 、で、あ、じゃあそれやったら確かに、あの寝る前に一本電話あってちょっと 1,2 回ゲームする、そのコミュニケーションがいいかもと思ってこれを借りてきたんですよ。で、まあ、そのゲームをや、もちろん僕も知ってるからちょっと練習しながら息子ちゃんとできるようにやってたんですけど、ある日、ここ MLC ストアではゲームマニアが何名かいるんですよあのその噂は聞いてます。聞いてますよね。聞いてます、聞いてます。でその中で、ビビさん、はいはい、このゲーム面白いですよって言われたのがそのデッドバイデイライトっていうゲームなんですね、うん、で内容は、本田翼ちゃんもやってるんですけどはいはい、はい、YouTube でも、うん、あと加納英子さんもやってたりするんですけど、まあ、僕自分がゲームちょっとしだしたから好きで見てるんですが、はいはい、簡単に言うと鬼ごっこです。へー、オンライン鬼ごっこみたいな感じ。もう隔離されたフィールドがあって、ここのフィールド内に発電機と言われる潰れた発電機が5個あるんですね、はいはいはい、でその発電機を、5個直せば出口が開くと。その間は鬼が1人おって4人がそのサバイバーって言われるんですけど、4対1の戦いで、鬼に俺らは攻撃できなくて、もうとことん逃げるか隠れるか。で鬼はその人の例えばマシンを直してる、その発電機を直してる音とか、はいはいはい、歩いてる音とかを聞きながら探す、うんうん、で、鬼は
全滅させるか、うん、いろいろちょっとあるんですけど、まあ、時間制限はないんですが、もう一個なんかそういう、まあ、ゲームの罰があるんですけど、その罰を人に受けさせたら、まあ、クリアみたいな、はいはい、助けられへんかったらね、生贄に捧げられるんですよ。そんな怖い鬼ごっこあるんですか？そうそう、鬼ごっこ怖すぎませんか？ああの、ね、ホラーなんですよ、このゲームは。ホラー、全然鬼ごっこより怖いかな。そうで、それで人たちはまあ逃げていくんですけど、はいはいはい、その逃げるゲームをオンラインでしかできないから、うんうん、他のコラともできるんですが、 MFC ストアのメンバーが3人ぐらいもうそのゲームをやってるから、うん、4人サバイバーで、鬼だけ知らん人でできるじゃないですか、はいはいはい、でそれをやろうっていうので始まったんですよ。ちょっと面白すぎて、で何がおもろいか、何が俺がそんなにハマってしまったかという理由もありまして、ほお化けなんですよねゲーム。そう、あの追いかける人は、ゴーストもおるし殺人鬼もおる。ほうほうほう、まあ、要はジェイソンみたいにもう人を殺す、追いかけてもおるし、なんかオリジナルなその殺人鬼たちがいっぱい、キラーって言われるんですけど、多いんですけど、これもう4年やってるらしくて、このゲームってコラボが間に挟んで、要は知ってる敵キャラが出てくるんですよ。なるほど。有名どころをねお伝えすると、まずサイレントヒル、わかります。サイレントヒルって本来はゲームなんですけど、はい、ゲームが面白すぎて映画化されたことによって、サイレントヒルの映画×デッドバイデイライトで、その映画の要は最後のボスが出てきたり、あとはスクリームってわかります？スクリームのゴーストフェイスが敵キャラで、要は使えたり、そのキラー役として使えたり、あと俺ら有名どころやったらフレディ、エルム街の悪魔のフレディが出たり、ちょっと新しい系やったらストレンジャーシングスの敵キャラで、デモゴルゴンっていうのがおるんですけど、そういうのも出たり、数々のその有名ホラー映画主人公たちがあそこの中で何やったら追いかけられる、あ、はい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 、られる、いや、そのスリルを感じれるんやな。そう、もう面白すぎてやめれってやな。まずもってあなたがゲームにハマるっていう時点で、まずもってすごい面白いんやろなっていうのは分かるよ。そう、今これ難しかった、今回のプレゼン。どこまで言ったらいいかが分からんけど、まあまあ、そのゲームのネタバレにもなっちゃうからね。そう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 、なるほど。ジョーカーとかいないんですか？バットマンコラボはまだしてない。まだないんだ。まだない、うん、で、ジェイソンがなぜ出ないのっていう話になったん、俺からしたら、こんだけ昔のほうが出てるのにって聞いたら、ジェイソンはジェイソンで新たにそういう追いかけ合いごっこゲームみたいなのが別であるらしい、うん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 、だから多分兼ね合いで無理なんちゃうかなっていうので。なるほどな。あ、そういったところか。そうそう、でもその中でもやっぱ自分の好きなキャラ、今まで怖がってたキャラが子供の頃、まあ、扱えたり、もしくはそのキャラに逃げたりできるのはもうめっちゃおもろいよ。こうこんなんずっと敵が来たら音なんだ、ドッ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 、心臓みたいな。で、近づけば近づくほどどんどんもうドッ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 みたいな、もうこれで聞いてるから、はいはいはい、やべえ。なるほどな。逃げなきゃ。何、夜な夜なあの君一人でそんなんやってんの？そう、そうです。追いかけられるのめっちゃ楽しいです。あれ、もともとホラー系好きやったっけ？もともと大丈夫な子で、イヤホン、トイレの中でこもれる人、もうこれで見れる変態？いや、ちゃうねん。もう味わうならもう全部味わいたい。怖いんやったらもう全部怖い。変態？いや、変態かもしれない。でも終わった後スッキリするね。作り物って分かってるから。ああ、なるほどね。そう、あの作り物って分かった体で見れるから、はいはいはい、多分ビビるところが好きなんやと思う。スリル、はいはい、アトラクションみたいな感じ、はいはい、終わった後もなんか、あー、今のやばかったーで終われる。じゃあ、まあ、もともとホラー系好きなんやったらそれはハマるわな。そういったやつって、ドキドキやばいよ、楽しい、やろう。
やろう。渡す、うん、いや、あのね、まあ、あの動画内では言ってなかったんやけど、サブチャンを作ろうかな、どうしようかなっていうのを考えてて、ちょうどね、なんかその、もし作ったらそこでやってもいいかなと。いいよ、ちょ、やろう。でも俺ね、これ、うん、ライトか、うん、スイッチ、スイッチライトとスイッチがあるね。俺スイッチライトを買ってん。あ、じゃあ一緒じゃん。買ってんけど、うん、どこだったんやろ俺。やろう、でっぱい、でっぱいやろ、でっぱい、でっぱいっていうの、でっぱいっていうの。本田翼ちゃんがめっちゃ可愛いんですよ。いや、それはもう別品さんですよ。あの、何ってめちゃくちゃうまいんですよね、この操作も。ほんまにゲーム好きなんでしたっけ。優しいし、言葉が、うん、女の子への実況者ってあんまり見なかったから。まあまあまあ、そうですね。プラス操作もうまいから、うん、バリ見やすい。あの、わかる。え、今ので言うと、うん、言葉関西弁で汚い男あかんやん。下手。まだ下手。全部逆やん。俺はだから実況はできひんけど、できひんけどやりたい。なあ、みんなどうせやるんやったら、みんなで逃げたい。そんなおもろいんや。いや、面白い、面白い。ちょっと一回見て、その実況者は、はいはいはい、あの実際にやられてる方のやつ。それやったら本田翼さんの見るわ。一回見て、あの、とりあえず好きになる。で、そのうち、まあ、でしょうね。あの、そも、あの、待って、そもそも好きではちょっとファンではあるよ。ちょっとじゃない、結構ファンではあるよ。じゃあ、見やすい。絶対見やすい。ごめん、あの、チャンネル登録してるから。じゃあ、でも見て、ちゃんとガッツリ見てないやろ。 YouTube 自体はあんまりこう、うん、ゆっくり見れてないから。いや、見て見て。あの、ほんまにうまいし、うん、もうゲームは好きなんやろうなっていうのは伝わんねんけど、うん、じゃあ、ホンダのバイクでしょ。ホンダのバイク。そうもう一回ちょっと確認なんけど、うん、いいよね、これで。はい、いいよね、いいよね。あの、もう1年ぐらいやってるよ。好きなものでいいんやね。そうですよ。じゃあね、なんでかって言ったら、はい、僕これ見せたけど、今回 の、 本あの買ったものってこれじゃなくて、そのソフトって言ったじゃないですか。ソフトってもう何っていうの、今なくていけるんですよ、ダウンロードなんで。あー、そうか。そうそうそう、なんかそれもものじゃんないんかな、わからん。でもソフトはものやったやん、うん、でもなんかそう考え、なんかこう不思議な気持ちになってんけど、いいよね、うん、いいよいいよいいよ、全然構えん。データっす、僕この間。初めてものが、実物がない。これ見てたから、なんかものっぽくやったけど、見てたけど、データなんていうの、CD で言ったらジャケットって言ったらいいのかな。そのパッケージはここに出せるけど。そうやで。いや、なるほどね。いいよね。あ、いいですよ。オッケーオッケー。じゃあ続いて私、はいはい、いきますね。はいはい。あの、まあ、これに関してはですね、まあ、お靴なんですよ。おお、お靴なんですけど、多分視聴者の方、予想がついてるかもしれません。あ、なるほど。これはもう分かりやすい。もう俺といえばみたいなところがあります。あ、何出てくる。ああ、ああ、ああ、あー、見てもらった。これね。まあ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 、もう箱で分かるからな。はい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 。はい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 。あー、はい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 。はい、こちら、ステューシーナイキの、スピリドン KK でございまーす。クキニですね。これもう結構履いてます。あ、結構履いてるので裏が汚れてます。まあね、ここ最近といいますか、スニーカーズいろいろ挑戦してますよ。はい。にも買えなかった。買えなかった。ただ、ステューシーコラボのそのスピリドン刑事。3色とも変えたと。見てました。うん、見ました見ました。はいはい。今回のまたこれもですね、そのまあ当時の形とは違うけど、やっぱり2000年代初期に出たクキニ、ここね、はい、このアッパーの部分がクキニになっていると、はい、我々でまあ幼い頃だったけども、まあ世代っちゃ世代じゃないですか。はいはい、知ってはいます。知ってはいますよね。もちろん。で、僕なんかで言えばその系統、同じアルファプロジェクトのモデルのサイズミックっていうモデルをまあ履いてたし、クキニもやっぱいいなと、うん、っていうので、もうこれはもう当時の形ではない、だがしかしその感じを味わえる、しかもステューシーコラボ僕の大好きなね、じゃあもう詰まりに詰まってる、そうですよ、はいはい、もう詰まりに詰まってるんです。じゃあ買わないといけないよね、はいはい、ステューシーのオンラインで、この黒で白の方が、スニーカーズ、動画出した順番で言えばスニーカーズの方を先に出したんですよ、うん、やりますよね、白完売。もうその時点でスティーシー全勝、神話は崩れました。なるほど、はいはい。ただしかしスティーシーのオンライン、それよりも前に実は応募があったんです。なるほどなるほど、はいはいはい、はい、当選しました。じゃあ今回白だけ見逃してる感じ、うん、白だけ買えなかった。なるほど、白だけ買えなかったんだけどもね、やっぱいいねこれ。おい、
そのまあこれも吐いていろんなところに出たっていうわけではないです。ちょっとコンビニに行ったりとか、ちょっとカフェに行ってご飯食べたりとか、うん、そういった程度しか吐けてないけど、履き心地が良き。いいよね。でしかもその当時のクキニの雰囲気っていうのも感じれる、うんうんうん、これ最高だなと。涼しそうやね。めちゃめちゃズンズンズン。いやちょっと直子さん入ってます。健の子さん。ちょっと直子さん。ちょっと直子さん入ってません。話が脱線して、ね、涼しいんですよ。で履き心地もいいし柔らかい。ね、前回のねあのスピードオンケージの時も言いましたけど、はい、このソールユニットがめちゃくちゃ柔らかいということでですね、もう最高すぎると。めっちゃ柔らかいよね。そう。で僕普段去年とかまでなんですけど長いソックス履いてたじゃないですか、うんうん、で短パン履いたりとかして、ちょっとそれは違うなと。あまあいけんこともないけどちょっと系統違うなっていうので、このメッキをねビビが履いてるような短いソックスあるじゃないですか、はいはいはい、クルッコ、そう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 、持ってやがって、よし短パンにそれやなっていうのに俺の中でパチンってハマって、でちょっとまあ短めでやったりとかちょっと細めでやったりダボダボっていう感じではないかなって思ったので、やったらやっぱりいいなと。いやちょうど今もこういう感じってことやよね。そうそうそう、これよりももうちょい細いやつとかね、うん、っていうので。あでも履いてたね確かに、それで、うん、だからそれこそクックマンでの撮影があった時、うんうん、ここでやりましたよね。その時これ履いてたんですよ。履いてた履いてた。もうね大好き。いやそんな素直に言うのはいいと思う。いや本当にね、あとこれほんまに柔らかいから多分このプロテクターあるんかなと思うぐらい、うん、ぐらいしっかりねここで守ってるってちゃんと守られてますね。だからやっぱりこうクキニが出てくれたということでですね、やっぱり当時のファンやっぱり同じ形じゃないっていうところでうんってそれはどうなんだっていう感じられる方もね中にはいらっしゃるかもしれない、うんうん、わかる、その気持ちもわかる、同じ、それはもう同じ形で出てほしいっていうのはすごくわかる。だがしかし、はいはい、ちょっと形を変えたとしても、それにしか出せなかったとしても、その当時の雰囲気を感じさせてくれる、もうそれだけでいいじゃないかと。バイブス採用。採用。熱量採用。だから前にですね、クロットとのコラボでの、ヘイブン。はいはいはい。もう出たじゃないですか。出ました出ました。その当時のアルファプロジェクトでの、人気モデルっていうのが形を変えてね、微妙な形は変わってるけども、出てきてる。楽しんでもんね。めっちゃ楽しんでる。3つぐらい詰まってない。うん。うん。な、ヘイブン。で、そしてクキニ。クキニ。じゃあ次に何が出るのか、サイズミックそろそろ来てほしいよね、皆さん。もう言うてもうてる。サイズミックを復刻させようの回でも作ろうか。いや、でも復刻しそうやけどね。なんかこの流れとしてはね、なんか来そうじゃない、うん、うん。ありそう。っていうのもなんかこう、いろいろ期待させてくれるし。これで一発出てるからさ、もう一発出そうやんな、違うところで。ああ、でそうだね。普通に。ビビの2点目、はい、というところですけども。僕の2点目は、はい、T シャツです。ですがちょっと言えてなかったね。いきます。はい。ダダーン。あれ？はいはい。ゴーストフェイスの T シャツでーす。買いました。M サイズ。なんかさっき聞いたなそれ。はい、じゃあ理由を説明していきたいと思います。説明するまでもあるか？説明せんでもわかるだろ。ちゃうやん、ちゃうやん。あのね、ハマってきたわけですよ。続きがあるわけやね。はいはいはい、続きは今から言っていくんですけど、はいはいはい、まあ僕自身そのこのねゲームをやりながら、はいはい、まあ、最初はこれでした。最初これでした、はいはいはい、でもなんか持ちにくいなから始まって、おこういうの付け出して、はいはい、ケースね、はい、グリップがついたね。でデッドバイデイライトはこういうねワイヤレスでAirPods Pro、なるほど、Bluetooth の受信機か。そうそう、Bluetooth のこういうのも買って、こうやっていくうちに、うん、どんどんこうのめり込んでいくわけなんですよ。そうしていくと、なんかもう身につけ身につけたくなってきて、なんかもうもうふまふまが出るやん。もうデッドアイデイライトのキャラクターが好きすぎて、でも。めっちゃ申し訳ないのがオリジナルキャラクターには愛着がないんですよ。はいはいはい、全くバッサ切るけど、バッサいったな、はい、なんですけどやっぱ
今まで自分が見てた映画のキャラクターたちが出てるのはやっぱおもろくて、はいはいはい、そうしたら見つけちゃったら買ってました一応あのちゃんとスクリームの映画のねオフィシャルのやつにはしましたけど、ね、どっぷりやんおえ、これでいい？いや大丈夫、いい感じやったから、どっぷり使ってもうてるやん。でこれを買ったのは、あの、まあ、僕これを着てやりたいので、あの今度あの MLC ストア原宿でみんなで、うん、デッドバイトデイライトの集いに参加します参加して僕もこれ着てやります。みんなハマってんな。楽しみで仕方ないですかわいだねがちょっと僕続けてありましたが、あ、大丈夫です。いいですよね。あの私も変わりだねなんです。ああ次出ます。あの、まあ、冒頭でもですね少し話しました。僕夏が好きと、はい、はいはい言ってますよね。でっていうのも、まあ、元々野球やってたっていうのもあるし、野球をやめたちょっとサーフィンやってたというのもありました。ただ今年の夏っていうのは全然夏を感じれてないというところでですね、はい、どうにかして夏を感じたいそうだね。まあスニーカーもね、いろいろ夏っぽいスニーカーっていうのは買ってはいる、うん、ただなんかちょっと物足んないな、うん、家の中でこう夏を感じれるって何ができるかなというようなものなんですよ。なるほど、はい、何やろう夏らしいものを買ってきた。しかも部屋で何かすんの。多分これに共感できるのは近藤さんかな、藤田周りやったら。ああ、なるほどなるほど。マサさんももしかしたら共感できると思う。なるほどなるほど。っていうので目を開けてください、はい、ドン。あー、セックスワックスのキャンドル。キャンドルがあるんや。そう、じゃあ匂いがセックスワックスだよね。へー。でもうこれね、撮影日の前日にあの中の芯が溶けてる段階でピャンってなってもうたから、あ、もうじゃあつけれないけど、もうこれはつけれないんだけども、匂いは残ってる。ほんまや、あのこうやるやつね、板にね、ガーワックス、めちゃめちゃいい匂いやろ。で出るのも同じ同じ同じ。あ、いいやん。これがですね、感じた、もうたまんない。あ、気持ちいいね。いや、僕そもそもこの匂いを嗅げば、まあ、夏だなっていうのもすごい感じるし、まあそもそもこの匂いっていうのが好きっていうのもある、うんうん、だからこれね、なかなか見つからへんねん。俺もオンラインでネットで探して、あ、あったっていうだけで、お店とかになかなかないのよ。もしかしたらどっか探しはあるのかもせえへんねんけど、まあ、なかなかないと。家の中をこの匂いで充満させたいっていう風になってきて、でこれ炊きまくっててんけど、やっぱ充満させるまでにはいかないので、 あと3つ4つ買おうかなって思ってます。1個じゃ足りんか。1個じゃ足りん。でも置いてた近くは匂うよね。めっちゃ匂う。あ、じゃあいい匂い。夏ってなる。あ、じゃあそれは楽しいね。聞いたなって。でキャンドルなんでこうリラックス効果があるというか、もうだって今開けてるだけでもいい匂いする。めっちゃするの。するする。いっぱい買おう。いっぱい買おう。ありやと思う。あの5個ぐらい買おうかもしかしたらサーフィンやったことのある方であったりとか、うん、っていうのはもしかしたら共感できるかなと。確かに、もう海の匂いするもんね、うん、海っていうイメージがつく。もうそれだけでもう、ああ夏だ。いや確かに。っていうの気分だけな。家でしみじみ感じてた。気持ちだけな、うん、気分、本当に気分だけ。こうゆらゆらしてる炎を見るだけでちょっと気持ち落ち着くやんか。あ あれすごいよね。でプラスアルファ好きな匂いってなれば、まあ確かに。でこれに似た匂い他にないかなと思ったけど、なかなかないねん。ミスったら匂いちゃうかったりするし、ね、全然ちゃうし。それは怖い、ね、そう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 。なんかドンキとかでもさ、いろんな匂いのやつあったりするやんか、うん、それこそあのクンバとかみたいなお香であったりとか、はいはい、まあ、こういうなんていうリキッドって言ったらいいのかな、ああいうタイプもあったりするやんか。全然近しいのがないねん。ラストですね。はい、はい、ということでビビさんのラスト3点目。はい、これっす僕のこれっすって何やん。ラスト3点目は、はい、エアジョーダン1ローのトラビスコットです。はい、出たマジで。はい、どうぞ。行ったな。行ったです。初めて の価格設定での挑戦で購入できました。ありやん、なんかそのままじゃなくて、オファー出して希望価格でやってみたら、そこに行って自動的に帰ってた。帰ってて何も僕てっきり
そういう出品者が来ましたよ、はいはいはい、どうしますかみたいな言ってくるんかなと思ったら、僕もちゃんと読んでないで同意したから悪いんですけど、もうそのシュッシュッシュッ、はい、メールみたいな、あれっつって、あもう、ああ買っちゃった、買っちゃってたみたいなんで届いたんですけど、やっぱ嬉しい。あーなるほど、ね、やっぱこれやね、これがいいわ、逆向きね、はい、原型が変わっちゃうスニーカー好きっていうのはやっぱ今でもあって、これ靴の原型自体は変わってないんですけど、概念をやっぱりこう覆しとるというか、はい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 、本来こっちにつけなあかん通詞をこっちにつけてしまってるっていうのはやっぱ魅力的っすね。ローでも、ハイもいいっすけど、ローでも全然かっこいいね。行ったね。いや行っちゃったよ。あなたハイカットも持ってたっけ？ハイカット持ってます。ハイカットとローカット持ってます。あれトラビス揃えようとしてる。いやそんなことない。あと4だっけ？4。あ、4持ってるやん。4も持ってて、エアフォース1も。もう持ってるやん。で終わり。終わり。ダンクは持ってないんか？ダンク持ってない。ダンクと270は持ってないんか？だからもうこれで僕はこれで OK です。ダンクは SB 可愛いよ、めっちゃ、うん、可愛いけどもう値段可愛くないやん。シャレなら値段ついてるよね。やったらこっちの方が俺はなんかしっくりきた、自分が買うなら。確かに。まあでもこのヒールのねロゴっていうところもカクタスジャックのロゴっていうところは左、はいはいはい、足にあって、確かにウイングロゴのこのジョーダンのねロゴっていうのもしっかり刺繍になってるんで、ちょっと高級感あるね。ありますあります。あでもねこうやってまじまじとジョーダン1のローカット見るんってそんなないねんけど、いいね。いいっすよね。使い勝手良さそう。普通にジョーダン1のローカットだとしても、まあトラビスもこれは絶対履かないんでしょうけど、はい、これはまあ履かないでしょうけど、普通にねローカットって考えた時に色ほんまにいいっすよ。渋いね。まあ、カラーだけで言うならもう秋冬これからのシーズン履きたいなっていうところ、うん、いいよね、うん、やっぱ最後に爆弾落としてくる、ね、すいませんはい、ということでラスト1点ですね、僕ですね、はい、これはねめちゃくちゃお世話になったしめちゃくちゃ履いた。あーなるほど。買って、はいはいはい、8月に買ったけど、はいはいはい、モノコッツ使おうた。なるほどなるほど、うん、今見えてる、あのだから履き物です、これや正解アクアリフトでございます。これは分かります。これね多分これもう渡されへんぐらい履いてるわ。あめっちゃ使ったね。これインソール見たら分かるやん。めちゃめちゃ履いてる。これはねあの僕も履いてました。なあ色違い、色違いね、ちょっといいよね。めちゃめちゃいい。あのレディースですかこれ？これレディースです。あのレディー僕も買ったのレディースなんですけど、うん、あの全然メンズいいっすよ。これはほんまに買ってよかった。あの楽ここが。そう。あの何っていうの？歩くたびにが、うん、めっちゃいいよね。ね裸足で履けるっていうところもそうだし、他の色もやっぱ欲しくなったもん。あなるよね。なるなるなる。でやっぱ箱もね。可愛いよね。これ。いい色してるんですよ。ここにいろいろ注意書き書いてたりとかね。ほんまやね。これ履いてもサーフィン上手くなれへんよとか、海に履いていくなよみたいな、海に履いてたらあかんのみたいな書いてたりしてんだけど、でもほんまに色が真っ黒もありますし、真っ黒もある、黒白もあるし、しかもこれセールでこうてん。あ、そうなんや。1万ぐらいやったかな。あ、安いやん、うん、でこれはマルチカラーで左右非対称になってるんだけども、はい、超絶履いてる。普段の普通のあのエアリフトあるやんか、うん、それは持ってなかったよね。履いたことなかったよ。でもやっぱこの夏履きたいな。だからもうここにも夏を感じたいっていう気持ちが現れてるわけでございます。まあ確かにね、確かにね。もうやっぱり夏どうにかして感じられへんかなっていうところでですね、まあこれを買ったんですけど、はいはい、やっぱねコンビニ行く時とかでもそのどっか移動する時とかでも、うん、基本これ履いてる。いやでも俺もそんな感じだった。あこれ結構合わせやすいんですよ。そう、ま、マルチの方が良くない？合わせやすいんですよ。足元がすごいポップになるというか、うん、可愛らしい感じにもなるし、だからもう全身黒でも白黒でもうん全然いい全然いい、何でも合う感じ。これはたまんないね。よかった。だからそのさっきのね時に、うん、これ、うん、言えてなかったねこれ、うん、この2足は8月めちゃくちゃ履いた。あマジ？いやもうでもこの子は履いた気する。うんもうちょっとボロボロやもん
夏の相棒やったな。はい、もうどうにかして夏を感じよう。そうだこれだ。いやでもその裸足で履ける論って意外と僕らやらないんですよ。そうなんですよね。やっぱりスニーカーはね、余計にスニーカーを、まあ、B さんとかあんまり履かないじゃないですか、うんうん、っていうところでやっぱりスニーカーになってくるんだけども、やっぱりちょっと蒸れちゃうなっていうところもあるし、うん、でもやっぱこう夏場裸足で履きたいなっていうのもあるしね。なんかサンダルっぽいし旅っぽいしスニーカーっぽいやん。そう、全部がねいい感じのバランスで入ってるんですよ。もうすごい楽なので。だからね、こう B さんとかやったらさ違うね。急に追っかけられたりとかしたらさ、脱げちゃうやん。脱げちゃう。これやったらさ、これは急に追っかけられても走れるやん。なんでリアルデッドバイデイライト。大丈夫やん。鬼ごっこ。大丈夫。殺されへんかなと。大丈夫。ダッシュ逃げれるように。俺もリアルは嫌やん。まあだからこれはね、ぜひぜひおすすめかな。今まであればセールかかってたりとかもするので。これはでも、ランクは僕も入ってないけどおすすめできます。うん、めっちゃ良かったです。確かに。もうコスパもいいし。うん、使い勝手もいいし、履き心地もいいし、夏感じれるし、夏感じれるし、もうね、今回のランキング、僕のランキング見てもらったら分かると思うんですけど、夏感じたいんだなっていう。感じてるね。うん、確かに。すごい分かるでしょ。分かるよ、分かる。他にも、マヤパッパさ、パラ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 、クックマンも、うん、結構買うたやんか。クックマンもめちゃめちゃ使うてるし。確かに、ね、結構迷ってん今月、うんうん、クックマンも入れようっちゃ入れようね。そうそうそう。だから全部夏が関連してるね。いや、そんでぐらい寂しいんやろ。はいはい、ほんまにでも夏感じれんかったな。感じなかった。まあまあまあ仕方がないところではございますが、うん、まあまあまあ今月はね、まあそういったものでちょっとでも夏をみんなで海とか行きたかったです。はい、行きたいです。みんなで川とか行きたかったです。行きたいです。バーベキューとかしたかったです。うん、愚痴だけは言えるよね。あ、野球やりだしてん。あ、そうか、言ってた、ね、そう、最近。いやでもなんやかんやね、はい、凍ってましたね、僕らも結構凍ってた。凍ってたね。これは、まあ、先月8月もそうだけど、9月もね、ちょっと買おうとしてるもの、うんうんうん、もうすでにこうあんのあんねん。あ、そうね。これとこれは買わなあかんなっていうものがあって、多分その辺はランキングの候補に入ってくるんだろうなと思いつつ、もしかしたらもう一遍こいつが来るかもしれない。いやいや、色違いとかあるかもしれない。まあでもどうにかしてね、ちょっと家の中で夏を感じようということで、まあ、今回は、なんだ8月か、8月に買ってよかったものを、ベスト3、やらせていただきました。はい、動画説明欄の方にですね、ビビのインスタグラムのリンクであったりとか、今回撮影させていただいた MC スターの、リンクっていうのも貼っておりますので、ぜひぜひ皆さんフォローよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで本日の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録、そして通知もよろしくお願いいたしま す, お願いします。また次回動画でお会いいたしましょう。 See you later。 バイバイ。 3.26 ADMX on your feet。